一見して勝者がグローバルに決まってる世界で世界一になろうと思うっていうこれは全ての次元でファストファッションの逆を言ってるわけですよね、うん、お洋服って競馬みたいな商売で、うん、ファッションメーカーっつうのはみんなパドック行ってどれが来んのかなって馬券買うわけですよね、うんうん、ただ相手がファッションなんで極めてしばしば外れますよね、うん、外れちゃうと馬券紙くずでザラはこれまでのお洋服屋さんと全然違ったロジスティクスとか まあサプライチェーンそれを支えるシステム、うん、まあこれに投資をして初めから売れてるものを作れば売るに違いない、うん、つまりこれ第3コーナーナでで馬券買ううっていう戦略ですよね H&M は第3コーナーまで引っ張るとコスト高いんでバックスレッドぐらいで買っちゃおうこれあのファストファッショングローバル競争の中でやっぱりユニクロ世界で初めて牧場行ったっていう絶対勝てる馬を育てて勝てる馬しか出走させなければ勝てるだろうっていう。